Я стараюсь, чтобы у меня не было никаких чувств. Чтобы это, с пустой головой выйти на ринг. Нет, почему? Я не испытываю чувство страха, не ощущаю чувство страха. Почему? Потому что, ну, это... Если бы я первый раз вообще выходил бы на ринг или на татами, тогда бы, может быть, это было бы тяжело испытывать. А так, тут, если бояться, значит, уже проиграть. Iron Man. I, young Iron. 第4試合特別ルール20分一本勝負を行います。赤コーナー 185cm 105kg リングスロシア高知県ユーリ。 青コーナー 205cm 123.5kg グレイシー柔術ヒカルド・モレース。レフリー島田裕二、サブレフリー前田明。さあ、有明大会スペシャルマッチ特別ルールで行われますこの試合、20分一本勝負。時間内に勝敗が決しない場合は全て引き分けになります。そして両者8オンスのオープンフィンガーグローブを着用します。こちらが2メーター5センチの男、ヒカルド・モラエス、グレイシー柔術。昨年山本を46秒で粉砕してみせました。そしてリングスロシア、コーチキン・ユーリー。ズーエフが今日は一番最後に登場するんですが、セコンドについています。さあ、熊熊さん、はい、このスペシャルマッチ特別ルール、ほとんどバーリトゥードのルールと言っていいですね。はい、そうですね、もうバーリトゥードですね。まあ、見ても分かるようにですね、はい、かなりの体力差、見た目にも分かりますよね。この体力差コーチキンがどう跳ねのけるかってできるですよね。身長で20センチ、体重で 18.5キロ。まあ、前回のですね、鉄を踏まないためにも、サブレフリーとして前田明選手がリングサイドにおります。そうですね、もう今日は試合辞退して、もしスポーツとして捉えることができないようなシーンが出る可能性があったら俺が飛び込むと、こう明言しています。はい、前田明。今日は糸井さん、はい、前田選手の顔がですね、先ほどまで入話だったんですが、引き締まりましたね、やっぱりね。試合中の顔してますよね。もう記者会見の時もそうだったんですが、この勝負をまあ成立させるためにどれだけこう前田選手がいろいろなことを考えているかっていうのが分かりますよね。分かります。まあ、一歩間違うと殺し合いにもなりかねない。そこを自分が止めなければいけないと。そのためにルールがあるんだからと。現在の熊久保さん、バーリトゥードっていうのは、はい、ちょっと締め出されるといいますか、はい、テレビ局がつかないような感じになってきてますよね。そうですね、アメリカではもう完全にペーパービュー、有料テレビですね、大手会社がもう揃ってですね、放映拒否してます。はい、やはりそのシーンが凄惨すぎるということが、はい、まあ、第一の理由だということなんですけれども、まあ、そういったことがありまして、日本では特にもう顔面での拳はどのスポーツもそうですね、はい、どの空手を取ってもダメですから、はい、このオープンフィンガーグローブを使う、まあ、これが主流になってますね、日本では。ですね、はい、しかしこのモラエスサイドはできればつけたくないんだと、こう言ってましたよね。まあ、普段はつけてね、つけないでやってますからね。まあ、お互いにそういったールールのやり取りは、ルールミーティングですっきりさせました。20分一本勝負、さあ、まもなく試合が始まろうとしています。いやー、糸井さん、大きいですよね。これ赤ん坊がいたら泣いちゃいますね。鳥肌が立ちます。さあ、熊久保さん、ワンポイント、はい、ですね、やはりコーチキンとしては、いかに組みつかれないかということですね。コーチキンはおそらく上段回し蹴りがですね、入るんじゃないかと思うんですよね、僕は。ヒャルトのマダイスの構え方をすると、はい、コーチキン有利はできるだけ冷静に頭を空っぽにして戦うだけ。統計みたいですね、2人とも。さあ、出てきました、タックルした。おーと、巨大なタックル、上から取っています。マイクサイドを叩き始めました。スパッコーエナ、スパッコーエナ、首を取っています。まだここはそのまま攻め続けます。ヒカルド・モラエス、前田明が回り込んできました。組みつかれましたね。このままリングに持ってかれる可能性がでかいですね。リング中央に、あーと、ヘッドに拳を持っていきます。この巨大の拳を容赦なく、こめかみ、あるいは首の後ろに回していきます。片手を決めての打撃ですね。あー、なるほど、このように腕を回しています。
身長差20センチあります。悲鳴が湧き上がっています有明。さあこれからどうしようというんでしょうか。倒しにかかってますね、モラレスは。とにかくこのグローブをつけています。スタンディングのもう拳はどこに入れても OK です。ただし急所はダメです。なんか危険物ですね。ですね、まさに本当に凶暴な野獣が解き放たれたかのような、そんな倒されません。バックを取った、バックを取った、バックをモラレスが取りました。スリーパーになってますね。これ拳を入れてきます。さあ拳です。この首への防御がトカラの時危ない時です。これはブレイクです。ブレイクを命じました。レフェリーがブレイク、フリーズのコールをかけまして両者の動きを止めることができます。そのままの状態でリング内に戻すことができます。これは両者がもつれて外に落ちそうなケースの場合、このストップをかけまして戻すことができます。さあ前田家は中に割って入ってちゃんとその体勢を整えるわけですね。コーチキはこれ完全に不利の体勢ですよ、ここから下手すると一瞬で決まりますからね。モライさんもどんどんパンチ打ってくるでしょう。首を上がった瞬間に首を取りに行きますよ。さあ殴っていきます。容赦のない殴りです。この防御が解かれた時危ない時です。あーと大丈夫か、後ろ回した。さあ太い腕が、太い腕が首に巻きつこうとしています。腕を抱え込みました。グローブがありますのでこの辺はこれしかありませんね。とにかくブレーク狙い。数々のロシアにおける輝かしい戦績を引っ提げてこの日本に乗り込んでまいりました。コーチキン有利。昨年のロシアの大会でこのリングスのクラステフをブルガリアの選手を46秒で倒したことがあります。これはこのモラエスがあの山本を昨年倒した秒数と全く一緒です。試合前のモラエスはものすごい自信を見せておりました。もちろん勝つ、このために土日あるいは休みを返上して練習してきたと言い放ちました。モラエスって喋るんですか。喋るんです。喋るところなんか見たことないですよね。最後アイムは大切、アイアンって言ってましたから、俺は鉄人なんだと言っています。危ないですね、危ないですね。これおそらくエビドリの対戦するつもりですよ、モラエスは。両足で、自分の両足で相手の両足を突っ張れるんですね。全くの不利な体勢です。コーチキン有利。首きますよ、首。大きな汗がかかりました。ヒカルド・モラエス、グレイシー充実。ここまでは落ち着いて、さあもう自分の網にかかったも同然だというような、そんな表情をしています。有利はこれ話すことできませんよね。おお、抜けた。さあこれどうしてもこのスタンドの満杯のお客さんはコーチキン有利ビーキになってしまいます。しかし有利はもう相当疲れてますよ、あの体勢で両腕をロックしてたんですからね。相当な力を使ったはずですから。でしょうね、うわーっと心配そうなロシア陣営、巨大な体を押し付けていきます。こちらがモラエス陣営、後ろが膝ですね、さあまた抜けた。顎、こめかみ、そして後頭部、容赦のない拳が前にいます。前田が何か注意です。あ、イエローカードが出ました。これは何に対するイエローでしょう。モラエス選手、故意にロープを掴んでおりました。故意にロープを掴んでの攻撃です。ずっとやってましたね、それはね。これ中1ということはファイトマネーが2分の1に減額されます。失格になった場合はファイトマネー全額を罰金とするというルールになっています。ここがチャンスですよ、コーチキン。さあこれでこれ唯一、多分最後のチャンスですよ、これこの瞬間が。さあ、あーとまた巨大なタックルだ。上から取りました。上から首を取ったのはこの太い首を、さあ取ること、あーと抜けた。ゴールセカー5ミニッツパス、首を取りました。一旦はユーリーが上から取っていたんですが、それがスルッと抜けてしまいました。この幅広い肩、背中。コーチキン、あれですね、モラエスのローンをですね、膝切れ入れてるんですね、最後に。あれは地味ですけど、聞いてみますよ、後半になればですね。このグレイシーの選手たちはですね、勝つために同じ体勢が何分続こうとそれを解きませんからね、
コツキン殴った方がいいですね、相手がどう思うと周りがどう思うとそんなことはお構いなしです。モラエス勝つことが第一条件です。おおとっとバランスが崩れた。あーと完全にバック。あーとこれはマットをかけなければいけません。サイドには長い選手もいます。回り込んできました。ヘンゾ・グレーシーのもと18歳から柔術を始めていますヒカルド・モラエス。現在はリオデジャネイロにありますカルロス・グレーシーのもと練習に励んでいます。拳もかなり強烈だと思われます。コーチキン・ユーリーは極真空手2段の強豪であります。そしてヨーロッパ柔道選手権でもかつて優勝した経験があります。ロシアエカテリンブルグ出身コーチキン・ユーリー185センチあるんですが、まるで全くの子供、そんなサイズに見えてしまいます。91年のモスクワカップ優勝、92年東ロシア大会優勝、数々の大会で上位入賞を果たしているコーチキン有利。コーチキン足を踏んづけてますね。これはいいですね、嫌がってますね。もらえると確かに相手を沈められる技ではないですけども、何かしらのダメージは与えられますからね、こういったリングで戦うのも初めてではないので、コーチキン有利は大丈夫だと言っていました。できるだけ自分を冷静にして戦うことが大切だとこう言っています。まあロシア勢の中この戦いに手を挙げた者が何人かおりました。その中で白羽の矢が立ったのがこのコーチキン有利です。みんなの期待に応えるためにも負けは許されないと語っています。有利。しかしこれ倒されるのは怖いですけども相当なスタミナを消費するはずですよ、コーチキンは、あとリングの中央に、しかもモラエスのパワーに下がってるわけですからね、空手の要素を出す隙がないですもんね。ないですね、これ向かい合って一瞬でしかないですよね、手元の時計で間もなく8分になろうというところです。20分一本勝負、延長はありません。さあ正面から抜き合ったガードポジション下になったリュウリーのガードだ、ね、さあモラエスが上になった。危ないですね、これだけの身長差があればですねガードポジション通用 しないかもしれないですよ。そうですか、下からリュウリーがこめかみを叩きます、あるいは首の後ろを叩きます。これが果たしてどれほど効果があるか、構わなく一切構わずにモラエスはこれを引きずっていこうとしてますよね。まあ頭突きがありませんからこのままモラエスの両手ロックするしかないですね。なるほど、有利氷が施設して湧き上がりました。ハンガンビーキといいましょうか、前回で物議を醸し出したこのグレーシー軍団に何かこうお客さんは反感を持っているようなそんな感じがありますね。それにやはりリングスにですね、やはりグレーシーリズを倒してほしいという思いもあるんでしょうね。なるほどね、これはね、おどけだ。あーと叩き渡す、バックを取る、悲鳴が湧き上がりました。腕を取っています、彼女で腕を取ってるか。これからどういう攻撃がありますか。モラエスはやはり殴ってですね、相手の首を上げさせることですね、顎を上げさせてスリーパーですね。ここしか1分反則ですね。あーと組んでいきました、チャンスだったんですけどね。両者グラウンドの状態でのパンチは OK なんですよ。このままいきます。コーチキンの顔すごいですね、これはもうタイムアップになりますね。背中も真っ赤ですね、血がにじみ出てきそうなほど赤くなっています。この画面でどうでしょう、そこまで伝わるか、かなり赤く、もう粘るしかありません。まもなくタイムアップ、残り時間10秒、最後の勝負です。試合終了です。今両腕を上げたのはロシア陣営です。ロシア陣営はもう勝ったというような表情をしてみせました。ルールにより試合でございます。20分一本勝負、勝敗が決しない場合は全てドロー、引き分けです。
まあ、コーチよく頑張ったっていう感じありますよね、まあまあ、これだけの体力差があってしかもバーリトゥード初めてで、これだけやったんですからね、まあ、消極的だったかもしれませんけどもあれしかありませんからねコーチにしてみればですね、はい、いやしかし糸井さんいや最初に何か攻撃しとかないと、後までこうなりますね。そうですね、もう最初の一発でかけるしなかったですからね、空手見なかったもん、はい、本当にそうですね、よく耐えたとしか言いようがない。ユーリーの本来の良さはこの試合でも全く姿を見せることがありませんでした。ヒカルド・モラエス海を渡ってまいりました。2メーター5センチグレイシー・ジューリスのモラエス今回は引き分けであります。まだやっぱりあれだけの怪物パワーをですね抑え込んだんですからね、コーチキンも褒めたいですね。やはりこの表情決して満足はしていないでしょう。その後ろのセコンド陣たちがその表情を露骨に表しています。